はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今回はですね、ムアカのピースについて話していこうと思います。後で褒めてあげてくださいね。いらっしゃいませ。どうぞ。はい、ムアカのピースといえば大体ですね、この金ピースとかね、銀ピース、銅ピース、金のね、新聞のピースも含めてこの4つ、大体4つですかね、当てるいうことが多いですね。略して金ピ、銀ピ、銅ピ、まあ銅ピはね言わないかな、使わないと思いますけども、まあ、金の新聞のピースもね、なかなか、先進がね手に入らなかったりすると使わない機会が多いんですけども、まあ無課金でいくとそんなに集まることもないのですが、まあ、このユニコーンメダルというものをちゃんとね集めていけばいいんではないかと思います。ただそのどうやって集めればいいのっていうことなんですけども、例えばですね、まだやってないのが、今日やってないのはここか、ここですね、エキストラプラスですね。エキストラプラスでこのキャラクターのねドロップしますんで、2回チャンスがあります。どちらでもいいんですけどもね、私はまだクレオパトラ持ってないんで、まだ挑戦してないんで、ネロの方をねどん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 育てようと思って今こっちばっかり、やっております。で、そしてですね、まあ育ってくるとっていう話になってくるんですけども、こういった感じでねゴールドがね余ってくればこういうのを買ってですね、またショップに行き、アイテムとして売ります。まだ育ってないんでね、売ります。まあ育ってる、SR とかね R が育っていれば、こうやって売ればですね25枚ですね、今36枚で25枚が出されるので、こうやってね61枚になります。アルコンメダルが61枚ですね。アルコンじゃなかったかな、ユニコーンメダルだ。ユニコーンメダルがこういう風に溜まっていって、61枚ありますんで、50枚で1枚と引き換えて、ちょっと冷凍自体がね、合ってないのか合ってるのか合ってないのかわからないですけども、こういう風にして交換していけば無課金でのもね、きちんと育つ目的の、キャラクターは育つことがありますので、きちんとね、集めていけばいいと思います。本当にね、R とかもきちんとねこう育っているとですね、もう全部 R のユニットは、まあ、こういうところ以外はもう私はここまでねきちんと育ててるんですけども、こういうところ以外はもうほとんどもうレベル50ですね、レベル50にしてあるんで、あまり必要ないかなっていう感じです。それでいらなくなったというか、もう使わない金のピースは売っていってます。今のところねさほど困ってないので、こんなにね多くても売らなかったりしています。こんな感じでね、交換していけばなんとかやりくりできると思います。ガチャの方もね、無料ガチャとか、昨日おとついかなまでやってましたので、そういうのもねあればやっていったらいいと思います。余ったものをね売っていけばいいと思います。なるべくね早く強くなってね、
ゴールドも余るぐらいになって、こういう風にピースを売れる状況になればと思います。無課金でも確実に上がっていきます。あとですね、忘れておりました、ストーリークエストですね。ストーリークエストでこういったね、霊式ジャンヌダルクの、キャラクターのねピースがありますので、こういったのも月1回は必ず交換できますので、育ってくるとねもう余っていくと思います。こういう風にねありますので、あの買えるねチャンスはいくらでもあるので、どん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 育てていって買える、交換するねチャンスを増やしていけばいいと思います。ではですね、今回の動画はこれで終わりたいと思います。またねどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストボタイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストボタン。